先生、お花を入れてあげてください。あったかる。そう、大森先生を連れてきたよ。ヤミ、お前の魂をもらっていくぞ。喧嘩しません。あんまり運動は得意じゃなかったからな。ちょっと具材で野球でもやった、一緒に野球やったない。あの、いや野球部じゃないけど、遊びでも野球、俺たち野球ばっかしかやってなかったので。ここで飲むんですよ。大丈夫。原価飲ませないと。先行って言ってんじゃない。先行って言ってんじゃないですか。先行。先行あげる。汚れを持ち上げる。まあ、悪いやつは先行先行火つけろよ。いや、先行先行に火をつけろやつ言ってる。いや、あの、先行あります。あ、あるある。はい。あ、そう、ビニール。はい。お前よ、先行に向かって先行ありますかって。あ、ふたばっかりね。先生、これ俺があげたお土産じゃないですか。これあげようかなって。ダメですよ。一瞬だけでも持ち帰ればいいんだろ。持ち帰ればいいんだろ。違うね、甘いの嫌ったろ。まあ、嫌いの嫌いじゃないけど。でもな、俺の用語が、用語が買ってきてくれた。俺のものは、ちがみのもの。だから、もうちがみのもの、今はな。こうやってここに火つけてから、どうする？線香にする。で、これあっちに火つけて、そこに灰を入れていいか。こっちにやるんです。で、あそこで灰を集めて、つけるの。なんか、このカバーみたいな。いや、昔育ちに行ったから。そんなこと育ちか？あ、私はよくは知らないから。ほら、昔の人。僕も昔の人ですよ。じゃあ俺にとって今の人だよ。だって俺にとってお前中学生なんだよ。まだ13だもん、お前。だって今は昨日お前13だけど、お前な。お前何の付け方も分かんないの。いや、分かりますよ。で、付け方だ。だって俺、放火場じゃないから。お前、こうやってんだよ、お前。あ、ほら、付けましたよ。あと踏みつけるの、火ついたら。あっち、怖え。で、離していいんだよ。掴んでなくてもいいよ。なんでこんな、掴んで。それにこれ湿気出ますよ、これ。置いとくのいいんだって。これ湿気出ますよ、この違う線香が。なんで俺のこれまた呼びつけたの。先頭が羨ましいな、こっちが2個あったら。違う、俺が4本で先生が3本って分けてたのに4本取っちゃうんだもん。どういう意味？いやいや、こうやって先生前後って、うん、俺が4本の先生が3本取るように、うん、分けてこういうの出したのに、先生無理やり4本持ってったからおかしかった。ちゃんと全部よかった。だって、絶対俺の方が4本持ってた。それは吹き紙が決めるの。お前の鉄棒が楽しかったな。鉄棒が折れると思ったよ。あ、他のやつがみんなバンバンうまくいくんだよ。こういつになるのが、いきなり止まっちゃうんだよ。鉄棒に上がれないの。あ、それでね、なんかね、まあ、
ほら、大体映画っていうと1000円とか払ってる、うん、見るのが当たり前だと思ったの。そしたら彼は500円で3本見れる映画館とかいっぱい知ってて、キッチンが。何、どこでか。そう、やだよ。先生、服だねって言われるの。まあね、青春、効果できなかった。で、クローム病って腸にこう、丸いひだがすごくできちゃって、それが要するに栄養を吸収しなくなっちゃう。それでまあ痩せていくっていう病気で。痩せましたよ。だから100キロ以上あった体重が50キロ台になっちゃう。もう亡くなるときは。で、結局ほら食べるのが好きだったから、まあ、食べれなくなっちゃうんですよ。だからそれにすごくやっぱりこうジレンマがあったような。いつか食べた。だからもういわゆる、高校2年になる前ぐらいからですね、病院通いだして。あ、私と同じ技巧です。じゃあその頃からもしかしたら死を確認したの？いや、最初はなんか長期に病院行って手術するなんて言ってて、治るんだ治るんだって言ってたから、あ、じゃあ治ったらまたあれしようとか。社が遠いしかねえよ、うん、なあ、中学だって言わないけど、でも社会的に俺クローンって初めて聞いたから。そう、だからね、本当に難病だから。治んな病気。そう、治療薬が今ないんです、ね、だからその本人は気がついているけど、医者は治るっていうしかないから、うん、もう母親なんかはもう覚悟は、ね、もう16だから、本人も言われた時は多分自分で調べたり、うん、だから死ぬ前に最後映画、ジャッキー・チェンの映画見に行きたいって言うから横浜の方に車で行って、それで帰ってくる時からもう具合が悪いんです。それで、で鍵を、家の鍵を忘れたっていうから、ガラス割ってもいいから開けてくれって言ったんだけど、もうベランダでこうやってハンガーのあれで、もう泥棒ですよ、ガラスの。俺がやんなきゃいけないから。あ、どうしても最後だと思って。そう、それから数ヶ月会わなかったんですね。電話もよくあったんだけど、そしたらお母さんからもうちょっと短い、死んじゃうかもしれないって言うんで、行って朝死んじゃったんですよ。お母さんがついたの？死んじゃうかもしれない。そう、朝電話があった。俺んところで。だからもう5時ね、5時台に電話があったんですよ。朝で南大和だったんで、南大和で死ぬ時にこう足首持ってたんですよ。そしたら死んだら、その時何立っちゃったの？立っちゃった。ビビりましたよ、怖くて怖くて。でお母さんが電話かかってきて、うん、病院に行って、うん、まだ何時間もずーっとだから死ぬまで立ってたの。そう、そしたらね、あれ冷たくなってくるんですよね、死んだら。あれで本人なんか喋った？いや、喋れないんだけど、一回起き上がろうとした時に、うん、俺ビビって出ちゃったんですよね。なんか言おうとしたのかなって。今ちょっと後悔してるけど、でもめっちゃめちゃ怖くて、もう美容室のお前と二人で、あとお母さん、あとうちの両親も来て、あと妹もいて、何人か出たんだ。そう、何人かで、でおふくろたちは帰ってきて、先にもう。それで8時台ですね、亡くなったの。朝、じゃあ1時間か2時間か、2時間から3時間ぐらいいて見とったんだ、うん、はい、そう。だから親父だってそういうことできなかったんで、唯一です今まで。死ぬ瞬間見るというのは人に一緒に偽るかどうかの。そうそうそう、すごい怖かったですよ、正直。気がついた死んでるのはたくさんな、うん、あるけど、そうそう、死から、うん、あ、じゃあ生きるから死ぬ瞬間を見るっていうのは、うん、なかなかないですよ。ない。あなたに確認したいけど、本当に確認してみようかって、監督に確認するからって、そうしてくれると思って、なんか、俺を殺したいんだ。だから、
先生だから、まあ、生徒の生活指導やら、まあ、親戚の生命の、まあ、それでうつ病になっちゃったんですよ。ご苦労さまです。人のみんな、どうせ俺は人がいつか死ぬと、そういうことは分かるもんな。それはそうなんですよ。もう一度口紙が最後に一言を聞きたかったな。だから喋れる状態じゃなかった。どういう気持ちで、俺もいつか死ぬのは思うけど、やっぱ死ぬときにどういうことを思うのかな。あと俺がこの時死ぬときに、最後の人生は楽しかったなと。まあまあ、それで、そう言って死にたいから、今、そう言えるように、悔いのないように、死ぬ間際に、自殺しちゃってみるわけじゃん、で死ぬ前にかな考えると思うんだもん、なんか、いや、こんな人生やだな、もういいで死ぬのと、ごめんな、みんな迷惑かけてごめんなって死ぬやつ見れば、これから死を迎えるときに、やっぱさらに考えたいじゃん、終わりよければ成長しまあ、先生と今こうしてることで先生がすごく満足していただいてるのは私としてはもう嬉しいんですけど、ただ一つお願いなんですけど、死ぬ時にアイスこぼさないで、違います、死ぬ時に福原という名前出さないでください。連絡来ちゃうんです。あの、言っちゃうか分かんないな。葬式が終わってから先生亡くなったよって、じゃあ線香歩みに行かなきゃぐらいにしてもらえる。これからお前との出来事次第でな、これで一度俺がな金持ちになって死んだ時に、もう相手にしてくれなくなっちゃう。いや、その時に、はい、あ、そうなったの、福原と違ったな、はい、最後の話人生作った福原ありがとうねって言う時、そう思ったら最後に、福原万歳って言って、で俺、死ぬ時にこう V 字にしてな、やったよ、やっと俺の仕事終わったよって、生活して終わりとか、あ、素晴らしいですよね。だから大森克爾、ね、生涯の生活指導を終える。あ、生活指導終わりがいいか。うん。世の中の生活指導終わり。いいうん、そう。強くしてもらう。で、最後の卒業生で僕福原浩二。これを覚えてられるような人生これから送っていきたいな。お願いします。じゃあお酒もほどほどにします。もう開けちゃったから飲まないか。これがさ、墓参りのあれだと思うわね。こいつに教えてもらってんだよ。ああ、お前ら人生こうやって生きるよっていうのを、それはまたできないじゃん。でも、お墓の前だから、俺がどうやって死ぬかなって、お願い事じゃなくて、こいつが、まあ、先行なんだ。まあ、これ、もういいことだって、もちろん言いますけど、僕も線香をあげてすぐ帰っちゃうんですよ。3分もいないし。こうやって飲んで、酒飲んで、だから今一番長く言いますよ。そいつの思い出を思い出すんだよ、ここでありますか。もうこれ2日目が鉄棒で登れなくて、うん、体が重いから、ね、やってなったのは、ここにして思い出したんだ。あと口が覚えてるのは、なんかこうジャッとして、なんか偉そうに歩いてるし、ね、とかさ、いや、何ですよ、喧嘩だって強かったんですか、マジでやったら。ジガレット見たの見えたんですよ。いや、全然、うん、絡まれたことなかったよ。そいつの何ジガレット一緒に、まあ、硬いでな、そう、大鳥だもんな。そうで、もう大体ね、行ったり横浜で絡まれた絡まれたって話聞くんだけど、うん、俺なんか言ったら一回もそんなことなかったよ。そう、これを近見て自慢するやつじゃないもんな。うん、そうそう、なんか自然にさ、うん、だから何しろ映画にが大好きで、映画を撮りたい撮りたい。でも羨ましいですよ。先生は鉄棒のことを覚えてるけど、俺、ね、全然ないじゃないですか。人工教えてるから、そこに。本当に何年か教えてなかったの？ないですよ。だから僕、山下先生ですよ。ずっと？だって教えてて覚えてなかったら最悪じゃないですか。まあ、中にはそうやってもいるよね。そんな。まあでもこれからですよ。すごくあいつもそういう風に大森先生と会えば会ったぞとか言えば、楽しそうだったもんな。めっちゃすごく耳傾けるし、
あいつもね、去年の6月にね、あの脳梗塞で倒れたんですよ。そいつも俺だって愛してくれたんだな。だから、本当だからね、すごく気遣いましたよ。うつ病になっちゃう場合もあるでしょ、病気から。で、仕事も工場でできる仕事が、できるようにできてたから、会社がね。だから、良かったですよ。お前に感謝するな。くれてるかな。でも俺たちがいつの会社には俺と合わせてくれるから。あれからたまに思い出があったのから前だった。あいつはよくほとんど覚えてなくて、これも変わるなと思って。かわいい記事。あれ女の子はね。そうで、僕はの人のつながりを切らないように切らないようにってやって、すいませんね、あのさっきあいつ食ってる人とは全然別人です。入れ歯が入ってると入ってない。俺たちは俺たちね、結構もう学校まではちょっと野球やったりとか、休みになったら横浜行ったりとか、そういって結構謳歌してたんですよ。そういうのは俺ほっとくか、自分に自分自立してるから、うん、そんなの関わったら関わらない、関わらなかったっていうね、うん、基本逆に関わらないといけないやつが。そうだから、よだから夜遅くなるとこっちはやっぱ気にするじゃないですか。俺なんかは口紙はもう遅くても関係ない、9時とか平気でなんか遅く早く帰ろうよって俺言うんだけど、まだやりしようよって。俺なんか不良じゃないから、うん、親に怒られちゃう。部活やって成長しろ、書類書いて、うんうん、その後自分の次の授業の準備して、うん、ご苦労さまです。家帰って酒飲んで女房に怒られて、うん、家のこと何もしない。みんな俺たちのせいじゃない。